コンビニエンスストアの入り口外側に設けられた風所、室風除室は外気の流入や風の吹き付けを緩和する目的で建物の入り口前に設けられた小部屋、玄関フードとも呼ばれる。一般に風除室は屋外の冷気や熱気の流入を妨げ屋内の室温を保つために設置される空調による冷暖房効果を低下させないための空間である。寒冷地の住宅では 陶器の外気温が室内に流入することがないように設置される。また強風によって、開き戸の開閉に支障を来す地域では、開き戸の玄関の前に、引き戸の風除室を設けることも行われる。風除室の構造は屋内へ続く扉と、屋外に出るための扉が設置され、一方の扉を開いたとしても、他方の扉が閉じていれば、風が直接流入しないようになっている。 なので、冷暖房運転中は、両方の扉を同時に開けてはならない。閉塞感を減少する意味や表札などを外部から見えやすくする目的から、屋外側の壁面及び扉やガラスが用いられていることが多い。一般住宅の風除室は、住宅に張り出した形で設置されることがあるが、公共施設のものも含めて、構造物の一部として、風除室のスペースを設けることが多い。 北海道において一般住宅に風除湿を設置することが普及したのは昭和50年代からとされる。積雪機の雪が濃いから発展し、建材メーカーにより製品化、販売され通年で設置されるようになったのが風除湿とされる。スーパーマーケットなどでは直接風が当たったり、ホコリや排気ガス、虫などが入ったりして商品の品質に影響する恐れがあるため、 風除室を設けることが多い。しかし、風除室にも商品が陳列されている場合もある。スーパーマーケットでは、風除室にはカートが並べられることもある。ホテルやオフィスビルなどでは、風除室の代わりに、回転扉を用いて、外気の流入を防ぐことがある。ありがとうございます。